アレイン様、私にお話とはどういったご用件でしょう。乙女の指輪を受け取ってほしい。呼ばれた時点で想像はしておりました。ですが、私でよろしいのでしょうか。ラモーナ、あなたは話してくれた。獣人が他国とも境なく助け合える、そんな未来を願うと。あの時俺は思ったんだ。この人となら、フェブリスの解放も夢ではない。あなたの力なくして実現は困難だ。どうか指輪を受け取ってほしい。ポポ、そこまで信頼してもらえるなんて、年をとっても良いことはあるものね。アレイン様、あなたはおっしゃってくださいました。人間と獣人は共に生きていけると信じていると。私もバストリアスだけではなく、世界の平和を望んでおります。より良い世界を目指す、そのお力になれるのならば喜んでお受けいたしましょう。あなたなら受けてくれると思っていた。ありがとう。この契約は獣人たちにとってもより良い未来への第一歩。ああ、必ずそうなる。そうしてみせるよ。そうなった暁には栄養満点のお魚スープでお祝いしましょう。ああ、楽しみにしているよ。